なんかまた重くなった気がする。これ誰かにも言われたな。また前髪重くなった気がします、ね、こんにちは。この光、ここだけ光が固まるか。こんにちは。これ椅子めっちゃ綺麗じゃないけど、まあいっか。間違えて通知をしました。通知をした、止まってるな、多分今止まってるなって間違えて押した。アミからの LINE 押した。アミー、全然コメント読んでない。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。今からコメント見ます。何グラ、なんか何グラあんま分かってなくて、なんかショールームで考えるみたいなやつですよね。お題が5月の祝日を作るならみたいなやつやった。全然ちゃんと見てきてよかった。5月の何やったっけ、5月の休日、祝日、そう、大喜利、5月の祝日やっけ、あ、5月、ゴールデンウィーク終わったけどもっと休みがして5月に来た私祝日、ありがとうございます。みものさん、ありがとうございます。5月ってむずいよな。カレンダー持ってきたらよかった。5月、もっと休みがして、私祝日、ゴールデンウィークが5月のいつまでやっけ、7とかまでやっけ、それ以降やろ。だから5月ね、これは何、皆さんと考えるってどうやってやってはるんですか。みんないつもなんか押しちゃった。5月7日まで、5月7日までですね。なるほど、ありがとうございます。5月7日までか。なんか5月7日まで、あ、今日は3時半まで配信します。多分何グラだとどのぐらいかかるんやろ。5月7日から5月31日まで、なる5月31日までやっけ、西向く侍やから、違う、31まで、まあ、31やから31までやろ。なんやろな、5月、アミのやつを聞いた。アミがなんかゴイゴイするの日って言ったやつ。こんにちは、こんにちは。左右性は自分のお題を左右してくれました。あ、そういう感じなのね。なるほどね。どうしよう。コヨリンの生誕さん当たりました。ありがとうございます。来てください。待ってます。コヨリンの生誕さんも登録出てんねん。まあでも言うてあさってか。え、あさって？違う、しあさってや。でしてあんをそのまま使ってもいいし、さらにラジオ加えてもいいし。なるほど。もうやばい、今日強制してるからめっちゃ風で通る。どうしよう。ちょっと考えるわ、真剣に。真剣に考えないでこへんわ。喋りながらちょっと難しいね。なんやろ、5月、5月ね。でもなんか意外とそんな大喜利チックじゃなくてもいいやなって、めちゃくちゃ大喜利なんかと思ったらなんか気軽に考えれそうな感じだったから安心した。5月、やばい、これもう全然喋れへんわ。いて、こんにちは、こんにちは。今何ぐらい考えてます。5月、語呂合わせとかの方がいいかな。やっぱでも語呂合わせ多いよな結構。
5月病を復活する、そこ復活する日。5月病ね。5月ってむずいな。5月、カレンダー欲しい、カレンダー欲しい。5月、なんでもいいもんな。祝日やろ。5月って何やるやろ。こんにちは、ほのぴさん。ゆきのはいない、ゆきのはいない、ゆきのいません。今ゆきのはバイバイしました。ほのぴです、こんにちは。そう、なんか若ぽんさんのやつ見た、後藤さんの日。5月24日、小西さんの日小西さんの日、なるほどね。なんかもう、なんか多分私の、なんか私がおかしいねんけど、もうめっちゃ自分で考えたい。もうどうにかして自分でひねり出したい。でも全然出てこへん。もうなんかめっちゃ難しくない？普通に祝日になってほしいの考えるのもいいかな。確かにそれは思った。マジなんか祝日ってでも難しいよな。あ、多分その私が多分小学校とか中学校の時とかやったら祝日やってなってたけど、もう今さ卒業してさ何もないからさ、そのあなんか火出てる。それでホノピーが香ばしくなった。来てよ、ここ行くんよ、変な歩き方していいってアミがおった、アミと闇。アミが変な歩き方してどうか行った。どうにかしてな、考えたらな、どうにかして考えたらいいけどな。なんやろ、ほんまに祝日に採用されそうなやつ考えたいな。むずいな、まあ、これも家で考えたい。めっちゃ真剣に考えたい。あ、むず。5月、こんな静止画みたいな配信ある？こんな静止画な配信ある？マジ真剣にさ考えすぎて無理やねんけど、ちょっと紙ないかな。な、フリップ持って、マジフリップ持ってきたい。うわ、ちょ、紙ないかな。紙ないかな。神ないわ。神欲しい。ちょっと網と闇変えてきて撮ってもらおうかうわー、むず、なんやろうマジで。めいちゃんは特別お休み。なるほど。でもなんかそういう系の日や。でも若ぽんさんのやつ被るよな。神、そっちの神じゃない、神ペンの方まあ真剣に考えたいな。もうすぐ出てこへんねんな。とっておきのやつを考えたい、ね、ゴールデンウィーク取れなかった人の祝日がしてほしい。確かに私らも今年はライブがあってなんやかんや忙しかったから、みんな、私はその学生じゃないからそんなやったけど、学生の子は多分ゴールデンウィーク宿題とかあったら大変やなと思った。課題とかなあったらかわいそうやなと思ったけど、みんな終わったかな、ちゃんと課題。5月、むずすぎるわ。5月やろ、5月、こんにちは。何ぐらい考えてます。
マジでむずい、マジむずい。5月やから、逆に5月病があるからめっちゃポジティブな日作るとか。5月やから、うわ、5月3日やったら5月やから5月病にならないため、5月やから5月病とかあるけど逆にハッピーにするために5月3日でコミカルな日コミカルな日でも5月3日はまだゴールデンウィークなのでダメです。これはボツです。5月3日じゃない、5月、真剣に考えすぎやろ。その3日の遅刻と、そうなんだよ。子供休みやねん。子供の日だから、子供の日、子供は確か大人の日も、なんで子供の日だけあんねやろ。まあむずっ、ちょっと無理や、むずい。めっちゃ考えてまうわこれ、めっちゃ考えてまうなこれ、ほんまに。トゥンちゃん、ハートありがとう、ハートありがとう。あ、コメント消えた。あー、おっしゃった。英語を使うか、確かに英語使うのいいな。英語でも弱いねんな多分。なんか9期のさ、7期さんとかさ、8期さん今よくあれやってるやん、あれやってるじゃないですか、何やったっけ、勉強会みたいな、勉強会やっけ、なんか公演で見た、劇場で何あれ、勉強会、何やったっけ、忘れてた。あれやってるはるけど、多分9期でやったらやばいと思う。あ、そう、学力バトルや、学力バトル9期やったらやばいと思う。私結構やばいと思う。あやみスタディそれ見た、それ見ました。あやみ中1やもんな、中1の時確かに何も分からへんな。9期でも、9期ね、でも意外と賢い子多いからな。9期まなみも賢いし、ヨシミも賢いしね。ヘイヘイが一番なんかな、だってヘイヘイなんか英検すごいんやろ。ヘイヘイすごい、ヨシミも賢いらしいし、ヨシミほんまかな、ヨシミ賢く見えへんくないなんかポワポワしてるから。小1までの問題しないと、確かに中1までの問題でさすがにいけそうやけど、でも私計算無理やな、数学無理やな。さすがに英語とかやったら中1の範囲はいけると思う。わかったん。あ、やっほー、こんにちは。なんぐらい考えてんねんけど思いつかへん。ミソラたちも今からしてる。いや、私さ、マジさ、真剣に考えすぎてやばいねんけど。ピーが思いつかないとか、今回終わってるって。ホノピーが思いつかんなら、うちらも思いつかない。今これは、2週間とみそらです。違うね、なんか、もうマジ真剣に考えた、家でめっちゃ考えたい。あー確かにね、逆に帰宅するか帰宅するかって、ね、帰宅します。失礼します。なあ、みんな来るやん。やばい、ちょうどすぎ、タイミング。なんで歌ってよ。ギャル来た、ギャル手だけかい。こよちゃんです。違います。いや、こよちゃん、この時はこよたむです。誰こよたむやって、この格好ギャルやからこよたむ、こよたむ TV、 こよぽよでもいいや、こよぽよ、こよぽよって言いにくくね。考えてあげる。こよぴ、こよぴ私やん。みんな来てくれました
じゃあ行ってきます。なんか目の勉強になった？こよちゃん。取りました。え、そうなの？月も取ったよな。だってこれ一人で歩いてきたんだよ。あ、そうなの？テンナとバイバイして。それは確かに。みんな来ました。お母ちゃん。お母ちゃん。テンナはここにいます。どこやね。おらんやん。いないよ。変な相方ちゃんといても。キューキー一気に来てうるさいな。うん、こよちゃんがうるさいだけだよ。せやね、マジさ、何グラムず1個考えていいけどあかんかったやつ聞いて。5月は5月病が多いやんか。うん。だから5月病が多いか逆にめっちゃポジティブに明るくなる日で5月3日のコミカルな日。あ、でもなぜかっていうと5月3日はまだ祝日やからアウト。意味ないやん。待って、むず終わった。なんか語呂合わせないかな。ちゃう、ミソラは急に降ってくるタイプやから。私もそっちやねん。一旦ちょっと熟考しようかな。いや、私もさ、マジ急にさパッて思いつくタイプやから考えたらあかんねんな。ほんまに考えたら負け。だからこの間もなんか謎かけ考えようと思ってさ、めっちゃ考えたら出てこんかった、ね。うん、なんで謎かけ考えんの？そう、どういう状況？南原ちゃんの時にやろうと思って、ま、めっちゃ考えてくれて。何した南原ちゃん？あの最初の時は謎かけして、うーん、でアンコール前はなんか体で歌詞を表現するみたいな。へー、田中面白みそら来たって言われてんで。死んだ。みそら面白じゃなくて清楚系なんですけど。黙りな。よしみん、よしみんママに突っ込まれてる。それよしみん、よしみん絶対ふわふわしてるやんな。でもマジで降ってすら来ないんだけど。西山何食べてきたんやって。カレーです。私パンケーキです。どういう組み合わせ？カレーとパンケーキって同じ店？うん、どういう組み合わせ？食べやから何でもいい。あー、いいな。私もお弁当カレーやった。カレーとパンケーキ食べてきた。めっちゃ食うやん。2週もほんまに無限やった。今日のお弁当カレーやで。バターチキンカレー美味しかった。おお。なんなんそれ、さっきからちょっと走ったずっと思ってた。走ったもん。あー、カレー急遽集合やねんけど。考えてきて。確かに考え。みそら、みそらって賢い？賢い？賢いよ絶対。みそら賢い。みんなみそら確かに賢いと思うけど、みそらはマジで賢いよ。ちなみに賢枠です。黙りな。考えてきて。確かに考えてくるのはいいな。考えてくるのはいい。 IQ 高すぎて逆に思いつかへん。え、何グラっていつまで締め切り？21。明日やで。やかんやん。ほんまにやばいわ。え、今日はこれで決めなあかんやん。うん、せやで。これでチェックメイトじゃん。待って、だからミスラ配信予定予約せな。やば。ちょっと頑張ろう。こよたむ来たよ、こよたむ。みんなナングラするやん。だってもう締め切りやもん。うん、一緒にしようと。明日。明日？明日までにツイート？明日までにツイートやで。え？明日までって何？明日の23時59分やんな、多分。うんうんうん。え？うん。やばいんだけど。お母ちゃん来たよ。シンプルやばいんだけど。こよりん生誕だったって。もう登録出たん？うん。誰？学エス、まずこれ現地、現地中、現地解散。こよりんめっちゃ元気やって。いつもの疲れを飛ばしたいな。コミカルで言ったらまあ30日とか31日でダイエット的には確かに。まあ、最悪それやな。どうしよう。分かってほしいポーズパクって怒られた。いや、なんか喜んでた。なんか喜んでたよ。分かってほしい。失礼します。自称は信用できないやって、みそら。ん？自称は信用できないやって、かしこ。で、あの一回バチバチ NMB 見てください。ちょっとみそらの IQ の高さがちょっと出ちゃったんで、ちょっと見てほしいですね。見たい。めっちゃことわざ答えれたよ。ことわざ？うん、ことわ、めっちゃ国語は得意やろ。国語、うん、国語だけじゃん。そう、国語に全振り抜きやから。他はちょっと全振り抜きとか言うの？全振り抜きやから文系科目しか無理。だから日本史とかもいけるよ。でもその分数学と あの英語とかは無理。あ、ガチガチの文系やから。文系ちゃんです。キューキに遊園地ロケの仕事来た。来てません。来てません。遊園地ロケください。ちょっと映らんと座るわ。おばあちゃんやから、うん、ちょっと疲れちゃった。みんな配信予定気づいてくれるかな。言っとけ、ここでツイッターで言っといた方がいいじゃん。でも今からツイートしてもちょっとほんまギリギリやねんな。確かに。みんな、みそにゃんは3時からします。みそにゃんは3時からするって。見て、これガチャガチャでこれ当たった。
なかなか帽子が出ないんだよね。え、何個目それ。2個目。お邪魔よ。あ、2個目。諦めるな。うん、そうそう諦めるな。なんか言ってますよ。へそだよ。ネキユンやって言われてるみそら、うん、ネキユンやって言われてるって、うん、ネット民やから失礼します。うるさいネキの日とかにしようかな。ビューティフルスカイネキ最悪あらビューティフルスカイネキみそらビューティフルスカイネキの日ですか。ビューティフルスカイネキ第二の名前にするわ。ビューティフルスカイネキコヨタムスカイネキ。いやいやね、コヨタの誕生日にガチガチ文系コヨタムスカイネキの日作る。あネキって言ったらネット見バレるよ。コヨタの誕生日でいいか。え、それコヨタのそれが使えるくない。絶対それやん、コヨタの誕生日の日。ニキコヨタ生誕祭でしょ。そんなんでかぶりたくない。それしかまだやまだや、何グラム決めやな。あ、違う違う違う、ファンの皆さんと決めやな。私もこっちめっちゃ人いるもしかして。いや、そんなわんと思う。声があんまり重ならない。寝てる声じゃん。足がね。そんな歩いたん。私もそっち行くわ。むくむくやろ。いや。コヨタもルーズ履いてますか。履いてます。コヨタもルーズ履いてます。よいしょ。あ、変なとっぷり取ったよ。見せて。あ、かわいいよ。これ漏れるようなこのプリッツ、うん、こんな感じ。いや見せてくれんのかい。モバメでうまいねあんた、うまいね。おいやや、こよちゃんとる。じゃあもう行くわ。なんで行かんといて。やめて。もう測定してんけど、こよちゃん。アクロバットなら任せあれ。聞いたことないねんけど、初めて聞いたけど。みそら食べたんやけど。私食べたんや。コヨタンから溢れ出るギャル感、まあ、ギャル、うん、私多分な、正直中身は一番キューキーの中でギャルやと思う。いや、それはそう。コヨタン頭に豆大福乗ってるやって。こら、テンダに謝って。テンダに借りたんやから。てんちゃんに借りた。何しに来たん？会いに来たん？うん、誰に会いに来たん？お前以外の誰かや。嘘や。すいません、ほのちゃんです。うん、こっちは映らんよ。うん、これでこのわかった。12日ワンちゃんの日だし、みんなで気度悪くなっちゃうしょ。あ、いいねそれ。あの、ペア配信になってば。いいよ。雑速ね。バランス考えてなかった。かよちゃんは最近さ、すぐ出しすぎじゃない？楽しいと思うで人生。めっちゃすぐ出てるやん、かよちゃんも最近。そう？クールキャラなくなってるよ。え、そう？ギャル、めっちゃギャルの見方見てみそら。めっちゃギャルの見方してる、かよちゃんが。かっちいいね。現地集合、現地会社4時起きやったん、かよちゃん。そうだよ。早っ。私も現地会じゃん、現地集合。現地解散、現地集合、うん、え、現地集合、現地解散、現地集合してから現地解散だよ。現地集合、現地解散出たい、うん、いいやん。こよたんは地方組に出たかった。俺は三重県だ。地方じゃなくない、言うて。え、おだんごでーしょ。やばいって。でもこういうギャルおるよな。こういうギャルおるくない。こういうギャルおるよな。後ろでさ。こういうキャラおるおるおる。これジャージした。なんなん。現地集合、現地解散すぐ出てるんやって。出てないよ。出てたんやろ。あれはまた第二の川だよ。どういうこと。これは何第何の声じゃん。3第3の声じゃん。何まである、うん、3。あきら先生みたいやね。あきら先生、正しいこと言う。あきら先生は第1で、第2、ね、じゃない。え、1やね。ちょけんのが第 2? な、無理言うのが3。なんかいつもダメ元で聞かれてたよ。失礼します。なんなん。そういう感じ。こよちゃんも何グラム出しようかな。こよりんとあきら先生は同系と。どういうこと。それな、確かにな。取ったチュケマ。いいってもチュケマ長。不衛生極まりない。なんで。しょ
ょうがないじゃん。しょうがない。しょうがない。何グラスを何グラやってます。待って何時？もう全然。もうやめて。しまちゃんこどうしよう。何グラどうしよう。辛い。マジ頑張る。トノちゃんと並んだらマジやばい。私もめっちゃ頑張るから言わんとって。コヨタもやばいよ。もうコヨタもやばいよ。こうしやな。何は？トノちゃんと並べ。何なん？何の缶バッチやって。缶バッチなの？ピンですピン。そうだ。トノちゃん。ソラタム？ソラソラタム？ミソラ？ミソラそっち？ミソタムじゃなくてソラタム？メズラ。メズラ。C まで言え。あ、おもろ。おもろ。ロイまで言え。え？おもろい。おもろロイ。おもろロイのいな。やっぱ見た目がギャルやったら中身もギャルになっちゃうわ。いや普段と変わってない。コヨタンとアキラテシとミカニャンは大きい確率をボケとやって。だからゲルってこと？ミカナさんゲルなんやもんな。じゃあてことはアキラ先生もゲルになってるけど。何そのゲルのイヤリング、ゲルリング、ゲルリング、何ギャルリンいいってギャルリンです。今は携帯めっちゃ熱い。めっちゃギャルやん。これおるわ。ギャルおるおるおる。パラ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 。これよりがさ最近急にパラパラやってくる。これ今パラ急にやってくるな。マジで急にさ至近距離まで来てさ、こうやって急に。あほらこれもギャルっぽくない？あギャルっぽい、うん、ギャルタもおる。じゃあこうたんさ、うん、あのニックネーム多すぎてさ、うん、やばいよな呼ばれ方が。こよりん、こよまつ、こよたん、こよたむ、こよっぺ、こよざいもん。全部自分、全部自分で考えた。こよっぺとこよざいもん呼ばれてるの聞いたことないもん。え、ないの？ないよ。ツイッターのリップとかで。こよざいもんはないな。あの昔に送ったから。一回ぐらいしかないから。多分似てる人少ない。こよまつもわかるし、こよちゃんも呼ぶし。あ、こよちゃん。こよたむ、こよたむも今呼んでるし、こよりんも呼ぶし、こよたんも呼ぶし、こよ様は、こよ様、こよ様誰が呼ぶか、こよ様早く何ぐらい考えて。しんどいよ、こよちゃん考えて。こよちゃんと話すの楽しいからさ、こらせ何むすね。こよりんお嬢様キャラやったのにとか言われてる。こよちゃんマジそんなことないから。でもさやっぱりさあのお嬢様キャラでもないよこよたん、うん、ないと思う 100%、うん、最初お嬢様キャラやったんかな。キャラでもなくない多分イメージやろうな、うん、私おしとやかに見えるから、うん、見た目がなクールでな、クール静かに見えるもん私。見える見た目やろ。私はこのちゃんマジでこよたん初めて会ったの12周年ライブやけどマジで小5やと思ってた。マジこの話めっちゃ言われんねんな私、うん、マジ小5。コヨリンとミソラかな。コヨリンとミソラが12周年ライブの時に私がなんか小5やと思われてたらしい。マジで、うん、マジで小5やと思った。ガチで。んで後日ショールームのなんかちょっと見たら、うんうん、高3って書いてあって、え年上なの。いやまず小5お前ちゃん受けれへんから。えほんまやな、うん、なのになんか小5やと思って。みそらも小5って言ってきてんやん。全く同じ。怖いよもうみんなが、うん、Looks like 小5やったから。あげあーもうしんどい。ごめんめっちゃ映ってたな。いいよ嬉しいよ。うん何ぐらい考えて。考えれへん全然。かぶちゃんおもろく。オーディションの配信から全然変わらないね。そうですか。え変わったよ前髪とか。前髪マジクヨちゃん前髪いじり好きすぎる。クヨちゃんほんまにほのちゃんなんでこんな熱い前髪似合うんって思うくらい似合うんだけど。似合ってる、うん、横毛ないの似合うのほんますごいと思う、うん、それな、うん、こうやって横毛しか無理。ほら今もあるやん。いや私も横毛欲しかったよ。そうもう似合うよこうやったんすけど。もう慣れたけどこれ、うんボソボソになっちゃった余計。はい、ほんじゃあ何グラして。先生か。なんか何グラはどうしよう。こよちゃんの誕生日でいいもん。ダメだよ。
何回そこさゲルあるあるやゲルあるある同じとこなんか整えるやっぱこのイヤリングつけたよかったな。うん、ゲルっぽい、いいねそれ。これね、小6の誕生日に友達がくれたの。ゲルじゃん。うん、そう、友達ギャルでしょ。あ、友達からもらったのに。これ、めっちゃ可愛い、夏に愛用しよう。うん、あの、さっき天だとね、うん、あのほのちゃんも誘ってあのイーストマンジ行こうって言ってたよ。イーストマンジって何？インストマンジって何？インスト東マンジ東マンジそう、分かった、これ言ったらあかんやつな、うん、言っていいやろ別に。ぽよりんもほんまおもろいわ。うん、ほのちゃんが一番おもろいよ。ぽよたの何ぐらい一番楽しみ？そう、うん、そんな面白くないよ。こうたんボケじゃないからさ。ボケやろ、かよちゃんボケやんな。うん、そう、ボケたことあるっけ。いや毎日 1分1日に1ボケ1分に3回ぐらいボケてるにやるに1分に3回ボケてるよ。痛いんかい。きつくしすぎ。え、ゆかたん、これゆかたんやん絶対。えゆかたんじゃね、ゆかたん来たかも。青原ゆか研究室。あ、それ絶対ゆかたん。ゆかたん、よいしょ。ゆかたん元気？お疲れ。カバンからゴミ。はい、なんかよかったん、ハローって言ってきてんけど、どういうこと急に。かっこいい。なんで急に。かっこよ。よかったなんで急にハローな。もうまあかんわ、おもろいわ。正直9期で一番おもろいのはね、ほのちゃんだよ。いや私絶対こよたんやと思う。9期で一番おもろいのこよた。なんか数は、うん、いやそうでもないと思う。いや。こよたへにょへにょやし。へにょへにょやし。何？はっきりせえ今日さ、まなみと話してさ、まな、うん、今日、こよりんがさ、うん、その元旦公演のピークの練習の時にずっとさ、流行ってたやん、違うよっていうやつ。くーたんが？そう、違うよ、うん、それさ、最近言わへんなっていう話。え、そんなん言ってたの？うん、呼ばそうなかった。ピークの時言ってた？言ってた。もう一回ピークしたいな。な、ピークしたい、うん、ピーク、ピーク前やったやん、公演でピーク、うん、うん、ピークの日。天然が一番おもろい説。確かに。あ、くーちゃん写真送らな。うん、ワンちゃんの日撮られる前に機材やるのか。ワンちゃんの日にしまうか。そうそう、よかったん、5月12日ワンちゃんの日らしいよ。え、そうなん、うん、え、絶対それやん。それな、だから浴衣にあげるプレゼント、こういうプレゼント for you、 プレゼント for you。 クータンが持ってるこれ、あのね、このこんだけあるのね、種類が。で、クータンは帽子がどれか一つでも欲しいのに、買い率少ないのが2個出ちゃったのマジおもろい。私もそれ見つけたらやるわ。うん、見つけて、うん、なんかクータンさ、絶対とかいいのが大阪にしかないやんって思ってて、うん、あ、北の、ゆかたん、ゆかたなんでちょっと英語な、わおって、わお、わおだから私もなんぐら、その5月の祝日を英語の日にしようと思うね。内股って英語なんて言うの？インサイド、インサイド、足ってなんて言うっけ？レッグでも、ま、違うんじゃん、待てよ。インサイドレッグの日、内股、英語、インサイドレッグの日めっちゃおもろいけど、インサイドレッグThe inside of、 待ってよ、あ、でもインナー、インナー、インナーマッスル、股の内側ではないもんな彼女は内股だなんていうのそれ。 She is pion pigeon toe。 あ、マジで、マジで、マジで、ごめんごめんごめん。彼女は内股だ。長ない。めっちゃ長い。なんかエコーかかってない。
She is peach in town. She is peach in town. She is peach town. She is peach town. She is peach town. ミミコピ。She is peach town. ミミコピ得意やから。でたらめの。チチ。She is peach town. いつもコリンとこんなことをして遊んでます。初めてです。遊んだことないです。あるやん。あるっけ。ないよ。ないな。こんなに仲いいのにないな。うん、仲良くないからないんだよ。今度遊びに行こうね。でもコヨタンタピオカばっかりやん。コヨタン。じゃあね、コヨタンマジインドアやからさ、うん、連れ出してもらうのは無理やねん。あ、しようかも。だからなんかのついでに行くよな、コヨタンと行くときって。コヨゲルやん、コヨゲル。じゃあコヨタンも。ごめん。コヨタンも。え、だから5月、5月ってメイでしょ。メイ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 スピーチダウン。5月は内政だ。5月は内政だ。でも日を決めなあかんから、コヨタンはコヨタン生誕祭にしようかな。うん、それでいいと思う。今何時？今何時？急に3時6分。あと25分で決めたい。え、そうなの。うん、もう結構やってね、実は。そうなの。日付なくてもいいの？ダメだよ、日を作らなきゃだから。そっか。5月は連休で外帰りするんで方言の日、確かにいいね。タピオカの日ないかな。いいってギャル見えてないし。見せたらあかん。あかんの。いいって。タピオカの日いいな。え、私がさ、もしかしてさ、バイト始めたら5月やったかもいかねん。いいって。いいってギャル、ギャル来んな。5月のいつよ。いつやったっけ、面接行ったのは。いいって。5月のバイト始めた記念日とかは。だからタピオカの日。あ、そう。私タピオカ屋でバイトしてたんですよ。でもさ、私さ、これめっちゃどこでも言ってるけどさ、タピオカで屋でバイトしてたって言うてさ、4ヶ月ぐらいしかバイトしてないの。結構短い。大丈夫。結構短い。タピオカ、黒糖セレクション中はバイトした。いや、もう休んでた。あ、行けませんって。ずっと、うん、そう、1ヶ月くらい。うん、あ、そうなんや。そっからも行ってないから。うん、またバイトしたことないね。そうか。今度じゃあやったろか、タピオカ教えたろか。うん。いらっしゃいませ、ゴンちゃん、ようこそ。せめえたか。なんか言ったん。大丈夫か。なんか言ったん。誰か。どうした、なんかあった、話聞こうか。これコイちゃんの口癖。どうしたん、話聞こか。これコイちゃんの口癖ガチ。だから今思い出し、今いいの思いついたよ、コイちゃん。ん、5月9日は黒糖の日やから、黒糖ミルクティー、タピオカ、タピオカの日。なんか。今日日曜日？今日日曜、うん、土曜。あ、明日キメッティだ。イエーイ。ギャルは鬼滅のことキメッティって呼ぶの。ギャルは鬼滅の刃のことキメッティって呼ぶらしい。キメッティ全部切ったくんからキメッティって呼ぶ。え、それはやっていいんじゃない、多分。ダメだよ。いいでしょ。あ、待って、めっちゃいい。5月9日と10日連休やって黒糖やから。え、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。神やん。それにしよう、それにしよう。これ食べる？何これ？これあげる。ありがとう。ほんまに？うん。いつから入ってたんだろう。入ってた。今日の朝入れてきた。え、ほんまに？うん、なんでいらんの？うん、いらない。やった、もらった。見せたあかん。なんで？なんで？おー。ありがとう。コヨちゃんがドーナツくれました。
マジ、コヨリンとはいつもこんな感じでふざけて喋ってるんです。え、決まりましたよ。あ、ぶらぶらぶら。決まりました。何にすんの？言ったやん。5月9日と10日が、黒糖ミルクティーの日やから、タピオカの日で。そんな連休勝手に作っていいの？いいよ。私が法律。え、でもさ、これ名前を何にするかじゃない？タピオカ記念日とかさ。ほのちゃん記念日がいいな。なんで？はい。え、レッスン着やん。そうです。踊んの？踊ってた。だって、こやちゃんの生誕祭じゃん。盛り上げなくちゃ。大先輩です、コヨタン。もう、おもろい。だから、でも、何にしよう、ヒーよ。でも、タピオカ入れた方がいいよな。タピーの日。ほのピーとかけて。あー、うまい。タピーオカの日。オカいらん。オカ入れるなら、お疲れ様でーす。お疲れ様です。オカ入れるなら、タピオカの日やか、タピーの日タピーの日で分かる。でも、あ、黒糖タピオカミルクティーの日、5月9日と10日黒糖タピオカミルクティーの日やから、タピーの日ということで、ホノピーがバイトしてるタピオカ屋に全員並ばないといけないから休み。どう、タピーの日、タピーの日、いいな、タピーの日。タピーの日は、タピーの日は祝日の2日間なんですけど、その日はタピーの日は、ホノピーがバイトしてるタピオカ屋さんに全人類が2日間に分けて抽選で分けられて並びに来なあかんっていう日。ほぼほぼちゃうねん。これあげる。いらねえ。携帯に挟もう。あ、次使えるよ。うん、行く、うん、はい、今日飲んできたの。え、マジで？うん、そう。なんなん？今日美味しいの食べてきたの。何食べたの？美味しいやつ。なんなん？なんでそんな膨らかすの？え、グループラインに送ったよ。見てる。よかった。キュウキのグループラインなかなかにうるさいです。うん、元気やんな、キュウキ。うん、一回喋ったら止まらへん。楽しい。これ行きたい。行きたい。年間パスポート。こよちゃんも何ぐらしやなきゃ。うん。こよちゃんも決まってるやん。絶対誕生日ネタじゃない。うん。明日、今からしようかな。しや。これ貸したるやん。うん。私のちゃうけど、貸したるやんとか言って。この台ね。いやー、決まりましたわ。こよちゃんのおかげやわ。タピオカの下りで。うん、そんなことありまへんがな。急に関西。やっぱギャルなったら関西になるわ。なんで？関東にもギャルはいるよ。こんな爆笑する？タピカに。確かによ、ギャルは確かによ、タピカにって言うんや。すごいな。タピお金かけてんねんけど。分かってるよ。5月23日コヨタムの日やって。コヨタムの日でいいやん。え、ダメだよ。ギャルじゃん、それ。ああ。それはギャルのこよたんの時だよ。ああ。これ、リスペクト。確かに。全然違う。全然違う。こよちゃん、今パラやってや、今パラ。じゃあ、これだな、ガチのやつしかできひんねん。まずガチのやつできる、逆に。あやみや。このあみがめっちゃかわいいね。かわいい。あみらしい、私もやっとった。アミの写真にいっぱい撮るのあるあるじゃない、キュウキ。キュウキ、しかもさ、アミさんのツーショットとかじゃなくて、キュウキはアミのピンシャを撮るっていう。アミこっち来てって。アミほんまに来た。何その、何泣いてんの。泣き泣き。今急にチャッティとか言った。なんかさ、うん、どうしたん。話聞こうか。
悪徳手法、処方だよ弱ってるところにね、入り込もうとしてねこれじゃんで、その流れでな あ、ごめん、当たったね。いいよ。ギャルってこうやって襟潰すよ。わかるわかる。なこうやってあんまり、こうやって綺麗に着たいタイプギャル失格やん。ギャルやめちまえもうやっぱギャルっていいね。こたもギャルに生まれよ。生まれよってない。たまにはギャルみたいな感じするね。私もギャルしたい。今度天野とさ、ずっと山場したいなって。山場、まあ、ギャル、うん、しようや、こよちゃんも。へえ、こよちゃん似合うかな。似合うよ。こよちゃん白ギャルがいい。白ギャル。あ、うん、じゃあ白塗りで、こよちゃん。じゃあ半分にするねポキってなったし何が反射してんのかと思ったら携帯か。うん、あ、アミゲル来た。アミゲル、アミゲル来た。アミゲルって言ってよ。アミゲル、アミゲル来て。アミゲル、あ、どっか行った。悲しい。アミちゃんがあっちの部屋に行ってしまいました。こんにちは、こんにちは。娘です。娘ちゃうやろ。こんなギャルから生まれた娘と思えへんくらい可愛い、清楚な血まこい女の子ですけど。おい、何やそれ。おい、どっか行ったの。どっか行きました。トンちゃん、ハートいっぱいありがとう。ありがとう。マジ疲れた。こよちゃんと話したらさ、なんか体力使うねん、おもろすぎて。でもマジでこよちゃん今のすすぎひんかった。コヨタンと話すときいつもあんな感じですね、基本。な、キュウキってほんま変な子言うな、思いません。なんか言う。こんにちは皆さん。今何時やろ。ちょっとコヨちゃん携帯見ます。17分、半になったら終わろうと思います。ホノピーはいい意味で、そのまま確かについてる。私多分声が低いからだと思う。私逆に旧期のみんなとだったらもっとテンション高いかも。食べてきた。何よ。アミ、なんでアミ食べてくんねん。私ってさ、普段もっとテンション高い。うん、ポノピーはさ、あのいつも低いの。低いよ私。え、何その靴下。今バキだからめっちゃリュウ、ほら見て、もう熱い、痛い痛い、リュウキちゃん。足田真奈ちゃん似てますよって。誰が。足田、私私足田真奈ちゃん似てます。同い年よ。でもあー、ミギャル来た。ミギャル、あ、かわいい。何それ。え、それ何。アミちゃん、あ、それ何。さっきからアミちゃんかわいいな、うん、かわいい。アミちゃん、家来てよ一回。これ団地遠いけど。あかんことする。あやみちゃん来た。あやみちゃん来た。おいでダサ。ルーズソックス全部あげるギャル。あやでもいいか。アミちゃん目かいてるやないか。あやみも眠そうやし、うん、ご飯食べたから。赤ちゃんやな、うん、ほんまこうやったもんやけどなんなんいいって。どっちがさ、これ早くできるか勝負しようや。どれ？これ。え？どういうこと？気づいた時に。ダメだよ。ほんまだるいって。もう。遅い。バイバイ。フェイント、フェイントフェイヤ。フェイントフェイヤダウ。フェイントフェイヤな。あ、お腹痛い、無理。なかった？話聞こうか。え、ゆかたん何時乗ったの。おもろ。ゆかたん何時乗ってる。ゆかたん何時乗ってる。10位。へえ。ゆかたん、ゆかたん、ゆかんぽ、ゆかんぽ。何新しいやらない。あ、マジこよちゃんと話してたらもう元気出るわ。え、なんかこよちゃん私の配信にさ星送ってくれてんねんけど。でもさ、なんかさ、電波悪くてさ、いつも見えへんねんけど。皆さん、もしこよちゃんが壇上に上がってきたら教えてください。
頑張りますぜ。ほのか西田、ニックネームほのぴー、生年月日2005年3月10日。え、近いね、これ担当。え、だって私さ、3月生まれやから、9期のあのー、あれ組、あれ組って何、その年長組では質の方ブーってなってる。こんにちは、こんにちは。何ぐらい考え終わりました。年上組やからな。まあな、上から5番目やもん、17人いんのに。うん、そうやな、私が4番目か、うん、え、こよちゃんの、私の次こよちゃん。そう。そうなんや、そんな感じに見えへんな。嘘、私の方が年上に見える、めっちゃ。嘘やん、こよたんだよ。違うよ、こよたん年上だよ。うん、私初見何歳やった、こよたん。いや、私こよちゃんなんかめっちゃ22歳ぐらいか、すてんなちゃん、高校生かなと思った。すてんなやん。いや、てんな、なんか、いや、こよちゃん高校生ぐらいかなと思ったかな。うん、結構高校生っぽいよ、うん、テンションが。うん、そうそう、なんかこよちゃん12周年ライブで見たけどさ、その控え室でさ、なんかキャッキャッキャッキャって感じだったよ、なんか友達と一緒に、うん、いや、それがめっちゃ陽キャっぽいなと思って、うん、なんか仲良くなりなさそうと思ってた。急にメガネしょぼしょぼなの。アミ、私覚えてないな。こよちゃんアミ見たことないよ。私もアミ見たことない。なんかセレクションで初めて見て、お、赤ちゃん来たって思ってるな。アミマジセレクションだけもあんま印象ないかも。なんかちっちゃい、めっちゃ回ったそれ大丈夫、ちっちゃやばはず。アミはなんか、うん、これもあんまセレクション印象ないわ。印象ない、なんかちっちゃいけどよう頑張ってんなって感じだった、うん、めっちゃ上から目線の発言したくない今。そんなつもりはない。ほうちゃんはよく右上か左上にいたよ。そう、私端っこの一番前に乗ったずっと。なんで一番前に行きたかったん？鏡見えへんの腹立つから。わかる、これよりもさ前行きたかったんけどさ。私鏡見えへんかったら踊るときめっちゃイライラすねんな。わかる。でさ、しかもさ、相手がさ見える視線っていうのかな、うんうん、範囲とさ違うからさ、かぶってるって気づいて、ね、ね、気づけへんからさ。待って、こいちゃん何乗ってる、ギリギリ12位と13位、11位と、待って、スクショとスクショしようと思ったら切れました。で、これ最初に板垣小百合って書かなあかんの。NMB48、9期研究生先に来てんもんな。こよたも男女乗った、おめでとう、こよたむ。イエーイ。今何時？23分。こよたも男女に乗っててくれ。星集めしてこよ。星集めしてくるって。しかも、みそらで。みそらで星集めすんな。私のためにみそらを犠牲にしてるこよた。いい友情だ。いずれは逆になるかもよ。え、全員とんとこにするのです。うん、クヨちゃん結構いろんな人の配信行ってるくない？ん、そんなにやで。あ、そうなの。アミソラのとこ初訪問やったらしい。初見？マジかよ。初見さん、行ってないや。初見さんいらっしゃい。言うと思った。バスが来そう。はあ、楽しいね。西馬のとこも行こう。西馬のとこも行ってる、クヨちゃん。フォローありがとうございます。いや、何グラム決まったし一安心ですわ。ダメだよ、食えたんだよ。早かったな。ごめん、言ってや、やるって。ハローエブリワン、ハロー、ナイスとミートユートゥー、ハロー。ジャパニーズギャル、ユーはジャパニーズギャル、シーズか、シーズジャパニーズギャル。おげあげな、あげな、あげなってなんだ。あげな、あげ、あげ。指短っ。長いよ、おうちゃん。そんなお世辞いらんねん。星投げんな、星投げんな。投げられてる、星。あと飛び跳ねてるもん、こいちゃん。めっちゃほら、めっちゃ飛び跳ねてる。ゆかちゃんとアバター一緒や。確かに、どっかで見てたと思った。ウェルカム NMB48 って、 Thank you Thank you。 バンバンってなってるよ。ウェルカムのスペル間違えてない？ウェルカム、え、合ってるかない？ウェルコメちゃん、ウェルコメやろ。
ウェルカムって。ベルコメちゃん、ウェルカム。いい足らんくない？欲しいなっちゃってんじゃん、これ。え、いいだけ欲しいなってある？ああ、疲れた、笑いすぎて。これ、うん？いらない。なんなん？ああ、ほんまおもろいな。なんかシーブリーズ交換してそうな見た目。これ絶対してる。多分ピンク。うん、こうたんピンク持ってたテニスの時で、であの幼馴染の2個上の幼馴染の子と交換した、うん、女の子な、女の子、ああ怖っ、ああ怖っ、私も友達と交換したな、ブラスバンドの友達そうやな、ほんのちゃんブラスバンド部やったもんな、そうやで、タンバリン、タンバリンちゃうわそれカラオケの私の担当やカラオケタンバリン係やから、私めっちゃうまいで言っとくけど、こうたん寝る係最低人の音聞きながら寝んのうまいから、友達の歌がうまいから寝ちゃうんだ、うん、カラオケ行きたいな、こよちゃんと。やだ、休憩でまたカラオケ行こうよ。こた歌あんまりだもん、まで歌ってるな、手元の腕、うん、何やったっけ、それは好きだ、なんじゃらかんじゃら降り始めた星そい雨が、似てるくない、こちゃん自分の歌嫌だからさ、うん、ごめん、うん、なんなん、なんなん、なんかサポみたいな分からんやったやろ、うん、カラオケ寝るやばいって言われてんねん、ほら私だからあれやで、その私はさ、タンバリンするからいい人やと思う、うん、てか自分もカラオケタンバリンなんかないんやけど、マジで、うん、手も出物声コヨテン良すぎるやって、確かにそれな、コヨテンいいよね、多分あの高低差がすごいよな、確かに、あ、入り早か、なんかなんていうやろ、声があんまり押さない、押さないんやけど、コヨタの声が、うん、そっからの、うん、ゲンナがめちゃくちゃ大人っぽいもんな、急降下するから、うん、あーめーあーめーがー好きな、なんかそのなんかずっしりしてる、めっちゃええ、してるくない、めっちゃあーめーがえ？見てはないけど、テンナごめん、またこのテンナの前でもやるな、あのずっしりしたテンナの声がマジで良すぎる、テンナマジでうまい、私さ、雨が好きな、私も似てる、雨が好きな、なんでそんな大きくなるの声、なんで大きくなるの、雨が好きなこの時代はひどい言ってコメント来た あーお腹痛いやば、クレームアウトしよう涙出るねんけど、マジおもろすぎてこれで私もテモでもできる、てんなパート二人でピーク踊ってやってでもさ、ピークのさ衣装こんなんじゃない、なんかあの七木さんが密着でさ、うん、ピークやってた時の衣装、10周年でコナンじゃない、10周年で、うん、うん、ギャルのな、コナンやな、うん、ピークじゃん、違う、ギャルギャル、テンナまた、テンナまた陰でいじったみたいになってるから、今度テンナの目の前で歌うな明日、うん、でも明日だったらお話し会の声全部聞こえるからこの前髪も一回してみたいんよ、こういう歌、いいと思う、うん、なんか三河さんとかもそういう前髪じゃない、うん、めっちゃ似合う、ギャル、ギャルっぽいじゃん、そのなんか流し前髪、私似合わへん絶対、どう、はい、ありがとう、 My pleasure、 どう、まあそば僕ね、ありがとう、これかわいいね、うん、でしょ、ドロロロロ、さあ29分やって、そろそろ終わるか、テンナの公演得られるかな、テンナの公演得られたらね嬉しい、やばってもでもやろうか、何したいの、ユニットシャッフルやったら、ほらほらわがままね、どっち、ピンクがブルー、ピンクで決まってるやん、そんなの、そうだよ、ちゃんと力をみんな寝るように友達には
じゃあこうた何しようかな。こうちゃん何がしたいん。何でもいい。何でもいいじゃない。何でもできる。じゃあ何でもできる。今やってはる公演の中で一番したユニットは逆転王子様。ああ、あれ衣装めっちゃ可愛いよな。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。いいね。逆転王子様いいね。確かにこうちゃん好きそう。めっちゃ急に静止画あ、動いた。静止画チャレンジ。あかんな、むずいわこれ。息求めやなあかんからしんどいしんどい。でも決めそう。なになにこうちゃんも何グラグラしやなあかんか。今からの方がいいかな。今から呼びかけたらいいか、うん、これでやり。このここでここ光漏れだよ。こいつで待ってますやって。こよちゃん、んこいつで待ってますって。ありがとうございます。思ってる言い方それ。こいちゃんいつかまたぎもしてみたいでしね。こいつしてみたいでしね。あれめっちゃ瀬戸で出て楽しいよね、うん、すごいめっちゃ楽しそうで、うん、最初の登場がいいよね。ババーンこいじゃないしよ。ババーンギャルじゃん、うん、こよたんがいいな。その辺その時はこよたむ。こよたんはいつものこよちゃちゃん。こよたんはかちゃちゃんか。めっちゃかっこいい。あれマジでしたいね。かよちゃん似合いそう。だからかよちゃんはもしあの M さんの声またぐときはこよりんじゃなくてこよたんまになるそうです。ちゃちゃんなんでもいいねんな、あれポーズ、ね、いいんちゃう、うん、ちゃギャルの親指や。何それ、何それかっこいい。かっこいいポーズそれ、うん、でかっこないダサダサダサピースもうないないかい。こんにちは、はあ、こうちゃんとった一緒喋れるわ。何また変顔してたの。なんか映ってないと思って映ってなくて。日によってテーマおるんやって怖い幽霊やと思う。なるほどな。え、めっちゃいいやんそれ。ギャルの日やったらこよたまじゃん。うん、それかわいい日だ。公演中に客席で見えないような変顔したりする。するするよな。こよちゃんはしやんよ。しやん、うん、私もいてすんで。あのつぼみたちの見てつぼみたちのさ、あの、違う違う、あの、こよたんも絶対あるで、あの、私にできることはの一番のとこが、あれが多分、上手側が、わかったん、よかったんと私が向かい合うんですよ、こうやって。うん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 、で、下手側が、こよりんと、レイポンと、あの、あれやろ、あの誰、古雪。そう、古雪が向かい合う。で、うん、あれ変顔せえへん。どうしてる。え、それやろ。私もいつもやっててさ、そのマカタンとユカタンと私で変顔し合うっていう。なるほどね。で、あのさ、マカタンとユカタンさ、正面見えへんやん、変顔後ろ向いてるから背中向けやん、うん、私さ、向かい合ってるから前向きやからさ、うん、全部見えてんねん、うん、あかんやんそれ。どんなそれあかんやん。そんな乗りつくそんな乗りつくみある。いつもは、こんな感じ。こよちゃんは別に、うん、絶対やってるやん。そこ結構変顔してる。そこもまあ注目してもらって、まあ、注目はしてほしくないけど。つぼみたち結構変顔曲じゃない。私結なんかするとこないかも。マジでめっちゃ目が合うからやっちゃうねんな、うん、みたいなはする。怖っ。ドゥンツツドゥルドゥドゥンドゥンとか。レイポンとめっちゃする。あ、それマナミと一緒。え、マナと一緒やんな。一緒一緒。その時顔見合わせんねん私らは。あ、そうな。勝手にその時めっちゃするよ私はそこで通りすがりにマナミのケツ触る。え、やだ。めっちゃ怒られる後でめっちゃ怒られる、うん、もうやりすぎやわ。
結構長い間してたな。したよ、だってもうかおちゃんと喋って楽しいから。 2 hours くらい？いやそんな、1時間ちょっとくらいじゃん。かおちゃんと私はいつもこんな感じの日常を過ごしています。なんか言ってよ。ギャルめっちゃギャル。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。ということで、そろそろ何グラムらしいの、何グラムまたツイートします。何グラムって何の時から、何の時から。いいよよくない、もういいよ。前髪上げがある。ソフトクリームの時いつも分けてる気がする。確かにね、若田なんか私ソフトクリームの時よく若田いじりしてんねんけど、若田んがその日間違えたところを私がやるっていう知ってる。前の公演は分かってほしいやったら、うん、これじゃない、あ、分かってほしいやったんや。そう、分かったん、分かってほしいやらへんかったから前の時。こうちゃん全然気づかんかった、あれ。そう言ってたな。うん、私は気づいてパクった。おい、これ見て、前髪なしアレンジ、かわいい。あんまりやん、これおでこがな、狭いねん、こうたん指3本分しかないから。そう、うん、私4本入る、やば。私広いんかも、うん、普通の人4本らしい。あ、そうなんや。おでこ狭い方が可愛くない？そうか、うん、可愛いやん、それ。おでこ広い子の前髪がめっちゃ好きやねん。あー、でもおでこ広かったら美人って言うの。言うよな。おでこ狭かったら可愛いんじゃない？おでこ狭かったらここ長い人中。そうなん、これ人中ちょっと長め。そんなことない、私も長いよ。ほら、人中短縮マッサージ伸ばしてるじゃんコヨリンね、コヨリン、カヨリンだって顔可愛いじゃん。うん、思ってるより美人だよどっか行った、おはでしょあーしんど、ウーリーおもろい。いや、長い間お世話になったのに私の靴持ってくんなはい、今日は私とコヨリンの日常を紹介しました。そしてナングラをしました。ナングラついでみたいな、いやナングラやってたら私が来たから。ナングラやってたらコヨリンが来て、マジでいつもの普段のコヨリンと私になっちゃった、うん、じゃあランキング見ます、ね、うん、ランキング見ます。13位クロスゲームさん、ありがとうございます。12位青葉龍か、また落ちたんや落ちない、おるで、上がってる、ね、私のこと上がんといてやばいってその格好。はい、読みます。13位クロスゲームさん、ありがとうございます。12位ゆかたん、ありがとうございます11位コーンポタージュさん、ありがとうございます。バリギャルやん、小文字、小文字めっちゃギャル。10位モスコルさん、ありがとうございます。9位ネビーホテル、9位研究生板垣小百合さん、ありがとうございます。そんな子いるんや、お前だよ8位佐藤くんさん、ありがとうございます。7位雪平さん、ありがとうございます。5位町金福きたるさん、ありがとうございます。4位やすくんさん、ありがとうございます。3位エマピーさん、ありがとうございます。2位グリーファンさん、ありがとうございます。1位トゥンちゃん、ありがとうございます。イエーイイエーイやってるはい、今日はコーリンと普段の日常を配信してナングラをしましただから次になってるんです、ナングラがはい、おもろいな。声飛ばした？嘘やん。言った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 よ。言いました、よかった。はい、ナングラまたツイートしますね。まあ、コヨタンとのツーショットもまた気が向いて載せます。コヨピーです。最後、最後、最後しよう終わりなう終わりなうはいはい、今日はバイン、私たちの日常配信、そしてナングラをご覧いただきありがとうございました。じゃあまたスクールタイム載せてください。ほのこよ、ねほのこよですよ、間違えてコヨリン通報室に当たってほらほら怖くない、勝ち込みもうしたやん、これ。何やそれ。はい、じゃあコヨピーです。コヨピー応援してください。絶対欲しい、それ500円高。はい、じゃあそろそろ終わります。また配信するんで来てください。バイバーイ。